前の男車と対抗したら上でじいさん倒れてて痙攣してるちゅうでね、ちょっと下のいかんと携帯通じやんので、ちょっと一緒に下まで戻りますわ。どうよ、声かけたけどあんまり反応ないっつって。そんなお二人行くより、まあええか、行ってくれっちゅうわ。だから一緒に行きますわ。携帯の電波が届きませんや皆さん。ここ今度さっきのバイクの人ね、携帯持ってないしてね、わし先行って携帯つながったとこで止まって電話するっちゅうことになってるんですわ。あかんのかい。あなたはそしたら今夜は行かれてて、その情報を聞いて電話で来てくれたということをよろしいですかね。そうそうそう、はい、わかりました。詳しいことはそしたらわからないですね。あなたのお名前を教えていただけますか。ですけど、うん、だからまで来てよ、とにかく。はい、もう救急車出てますので。あ、そう。今お使いの電話番号は、あ、これは私の電話です。ですけれども、090。はい。さんでよろしいですね。はい、そうです。はい、わかりました。救急車そしたら向かいますので、はい、誘導お願いします。はい、わかりました。はい、電話切ります。はい。失礼します。すいません。ありがとうございます。はい。とりあえず、いいでまろうか。マジか。ほんまに、大丈夫か。救急車何分で来んねん。どうよ、ここで待ってやらしゃないな。そのご老人の方の性別は男か女かわからないんですよね。いや、私も林道を走ってたら、そのバイクのさっきの対抗したんですよ。ほいて、はい、ほいて、その人が携帯持ってないっていうんで、私も一緒に降りてきて電話した状態なんで、降りてきたら、さっから降りてきたんですよ。でね、上って言っても2通りあるんですよね。表の方へ行く道と裏の方へ行く道とあるんですけどね。この橋あるんですけどね、書いてるんですけど、この看板、国道、はい、はい、ほんとは、インドって言うとるね。そうですかね、はい、わかめですね、はい、はい、はい、わかめさん、そこをずっと入っていって。そうです、私道沿いでも、道沿いで老人の方はおられるんですかね。いや、それも僕、全然わからないんですよ。わからないですか。はい、あ、え、はい、の電話番号になるんですか。そうです。あ、ほんとは電話をお借りして、そうです、119番通報されたということですね。電話持ってなかったんで、ほいでちょっと一緒に降りて電話かけてくださいって言われて。ああ、そういうことですよ。はい、はい、詳しくも全くわからないですね。私全く現場まで行ってないんでわからないですよ。ああ、わかりました。これいうのは、はい、何かバイクかなんか乗られてる方ですか。あ、そうです、バイクです。あ、ほんならバイクの通り道で同時の人を多分おそらくあれですね、発見したということですね。と思うんですわ。ほんなら山中の山奥深いことはないですね。と思いますよ。あ、わかりました。じゃあ、でも救急車そっち向かってますので。はい、わかりました。はい、わかりました。すいません、よろしくお願いします。はい、すいません。はい、はい、どうや、早く来いよ、もう。なんかドキドキしてきたやんか、わい。あー、来た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 。来た来た来た。早く来いよ、ついてこいよ。
てんなよ。早く行ってこい。行ってくれます？え？そんな言ってたんだ。はい。場所行ってくれます？入んのかい救急車。うわあの人ここ来たんか。マジか。救急車頑張れよ。ほらこの人ここ通らなんだらその人お前発見できやなんだじゃんか。どうよこれ、はい、いける、まあいけるけどよ。そうなん。でももうちょっと厳しいかなと思って。ああ、そうだ。ここターンできるし。そうやね。俺もバイクでも厳しくなってくるから。ほんまか。おい。え？いや、行くけども僕だけ行ってもしゃあないやろ。救急車の人が今聞いてみようか。じゃあ俺とりあえず行ってっから。はいね、あのそこからどのぐらい、まあ、とりあえずまっすぐ行くか。まっすぐ行くか。歩いたら5分か。こっから歩いて5分ぐらいらしいんですよ。向き変えられるのがここしかないらしいんで。どうします？ここで止めておきます。ここで止めておきます。ここで止めて。そうです。マジか。こっから歩いていきますわ。どうよ。
今搬送支援も頼んでましたわ。ここは早の行きたかった林道ちゃうな。おい、さんここ通らなんだな。発見されてませんね。よう発見。そうですよね。この人もさ、車全然ないから歩いてこた来たってことだな。来たのかなって。おじいさんだかおばあさんも分かんないよね。なんか分かりだと思うんだけど。お前な、どこだか分かんないと思って。もうここらなんですか。あそこにいたと思うな。いなくなったら。火じゃないですか。いや、あそこだと思うよ。本当マジで。なったらね。元気になっちゃったから。元気になったでかい。血がいるわ、やばい。どこにいてんの。やばいやばい。もう勘弁してほしい。ここにその木の下いる。もう死ぬのかな、そら。木の下ってこんなん。うわ、おばちゃん、もうちょっとやで。もうちょっとやだかいよ。よ、頑張りや。もうちょっとやで。もうちょっとやで、頑張ってよ。なあ。救急車遅いな、おいて。なんでおばちゃんこんなとこ。通ってたんよ。大丈夫かい。もうじきやで。もうじきやだかいよ。頑張ってよな。ここです。この川のとこです。さ、斜面。ここからどうよ、みんなで上げたら。俺歩いて降りたよ。僕も今ここから降りたで。ここそう、あの下、あの木の下、ここ。おばちゃん来たで、救急車。おっさかなあ、滑って足こうゴキって言うて動きやになったんか。こんにちは。これをどけれかな。そねえなあ、どうよこれ。こんにちは。おばあちゃんですね。うわ、こけちゃったん。うわあ、ちょっと待って。あ、はいはい。あ、バーの人やな。わかります？わかる？手握ってこれ。おばちゃん、わかります？上上げようか。お手伝いかないとやろうし。いや、噛めへんよ。ほんならボードでさ、固定してさ。ほう。で、4人で持ってもわかる。そうですね。な、足元滑るかわからんけどな。おお。これ、おでもバチって言って反動で戻ってもったら怖いしな。そうですね。な、だから逆に、まあ、もうこのまま持ってようか。最悪僕腰で今押さえる。いや、どこで持ってる、折れるかわからんで。わあ、よかったよかったよかった。おお。すごいな。わかります？どうする？
かります？救急隊です。おばちゃん、起きるね。起こしても大丈夫かな、上半身。あ、そうですね、もう。ね、よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ。落ち着いて、大丈夫、大丈夫。もう足下げて、足下げて。足下げて。どっち頭？向こう？あ、このまま。このままで、ね、はい、よっしゃ。はい、おばちゃん。よし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 。はい。わかります？もう、上に行こう。足とかどうなんやろな。ああ、大丈夫そう。痛い。痛い、痛い、痛い。押さえてるから痛いわな。すごいね。頭上？そうね。ねえ、足下やな。足下やな。向こうのアホたら。くるっと行きます。よっしゃ。行って。こっからがいいやろ。こっからか。で、滑らしてもう行くと。そうですね。滑らす？いや、持っていけんだろ。おっ。滑るのは難しいですね。おぉ。こっちの方がそっちや。よいしょ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 、よいしょ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 、濡れてるとこ全部切れる。ごめんね、ごめんね。これしかないか、アルミックシートないか。けど、大学生みたいな。思ってたより、あれ全然元気。いや、元気。あ、え、何日前かな。いや、わかんないです。え、あ、行方不明になったの。そう、今日一応まあ捜索の願いがあって。あ、今日ことはまあ一晩、昨日とかかもしれないですね。どっちか、いや、わかんない。あの、ご住所の中で。はぁ、はい、急がんでいて。はい、こんなバイタリーじゃないわ。大丈夫？あ、ちょっと認知経過があるな。はい、そうやな、うん、調子いいの。あ、そうやろ、波ある境にな。それでもう徘徊してやろな。おばちゃん、こんなとこまで来てもたんかい。え、しんどかったな。なあ、もう大丈夫やで。いや、もう大丈夫なあ。あのポーチの中にあるよ、前に、ポーチの前よ。はい、もう大丈夫やで。あ、あります、あった。え、それ応援はどこまで来んの。あ、こ、え、それでもそっから救急車まで行ったらええんじゃん。下げて救急車まで。救急車がね、無線の更新ができないんで、無線の入る位置まで移動したんですよ。うわ、で、僕ら2人だけここ来てるんですよ。マジか。中継が必要。そうなんですよ、そうなんですよ。なんそれでちょっといろいろややこしくて、この辺りだけ下、あ、あ、グッて。で、僕らの所在がつかめへんっていうのがもう絶対ダメなんですよ。そりゃそうだな、来てもわからんもんな。そうだからもう途中で救急車を中継させて。ああ、なるほど。消防本部とやってるんですけどね。なんとまあよ、もう怒ったっていうか、怪我したっていうか、そうなった場所がもうここやからもうしゃあないですけどね。ごめんな、ごめん。救急車もうちょっと林道早走る練習せなきゃ。もう遅い遅い。四駆の救急車とかないんだ。いや、あります。こんなとこな、道から入ってきたんか。けどね、家出た時は車乗ってたらしいんです。え？じゃあどっか置いてんのかな。そうね、車って道中にあった、あの車関係なんやろ。そんな、ね、違うな。え、置いたらもしかしてこれ上の方に車あるんじゃん。いや、行かないでしょ。そうか。いや、ほいでも認知やったらわからんで。認知だってこっち落ちちゃうわけ。いや、どっかが降りて、ほいでも車なんか落としてよ。ほいで、あかなって言うて可能性はないか。どうでもいいんじゃない。そうか。まあどうせ後でここ通っていくわ。何してたんですか。え、いや、ちょっと林道の撮影にジムに行って。あ、ここ行く予定だったの。いや、ここなんちゅう林道。名前を知らない。夫婦林道ってとこ言いたかったけどね。夫婦線曲がってきたのがあれですね、今井林道。今井林道でしょ。これだと思うよ。これ夫婦線、これ行くと夫婦川に出るから。こいつらここやったんや、僕の来たいとこ。ほんでずっと行くと部落に出るのね。あ、そこ鹿止めのゲートがあるから。お、あ、そうそうそう。おで行くと165に出れる。あ、ここやったんや。知らないけど、その、いや、そうそうそう、うん、まあこれぐらいしかないと思うよ、あっち行くやつは。
あ、吹いたらここやった。なんか運しかないと思う。運命やね。じゃあ、おじさんが見つけたら来たすんねんだ。いや、僕、わからなんだ、あんな木の陰やったら。もう車でザーッと上がってもちゃうら。どうなんだ。こう山をよう、いでも寒い、あんな水のとこでな。よかった。ほんまに。歩いてたらしいんですよ、この人が。ほいで多分声聞こえたんでしょうね。いや、その時はね、俺見つかってみたら、はい、こうなってたから、あ、これはやばいなと思って。でもやっぱりラストはいかなんだよね。なあ、もう用事あるようでしたら行ってください。もう、まあ、もう支援来ますんで。あ、そう行くわ。ありがとうございました。助かりました。俺ここ行きたかったさかい。ちょっと車はちょっと待ってください。じゃあね、よろしく。ありがとうございます。はい、すいません。はい、はい。もしこっち車で来られるんやったら、ここらで待っとく。あ、待っ、ここに隊員を買ってきてもらう。あ、わかったわかった。隊員って、お前の車乗れやんぞ。機材ばっかりで。よし。